国鉄はチェコスロバキアに存在した国鉄事業体。チェコスロバキア共和国の成立に伴って1918年10月28日に発足。チェコスロバキア連邦共和国の分離に伴い1992年12月31日に解体された。4 3 4 2系貨物用蒸気機関車たトラ車製 M120K ディーゼル動車。 スロベンスカーストレラ運航開始時の SD のポスター SD は第一次世界大戦終結に伴うチェコスロバキア共和国の成立を受けて鉄道省設立及び新国家鉄道事業体の組織に関する通称鉄道大臣令オーストリア・ハンガリー帝国1896年通称鉄道大臣令16号チェコ語ビハラスカ・ミニストリュー・オブチャジュー・エー・ゼラザニック王 ズリズナイミニスタースッタ。ゼラザニック AO、バイダニノビオオーガナイズクニホスタッチトゥープロ ST、DN、ゼラザニックニースプリビューに基づきオーストリア・ハンガリー、帝国鉄道省が所管していたチェコスロバキア国内のオーストリア帝国鉄道及び、ハンガリー国家鉄道の両国鉄事業を承継し、チェコスロバキア共和国鉄道省所管の 国営鉄道事業として1918年10月28日に発足した。SD には、KKSTV 線及び MV 線のほか、ボヘミア地方の地方鉄道線が編入されたが、スロバキア及びモラビアシュレジア地方を結ぶカッウ、オーデルベルク鉄道提出特任会社、コヒセ・ボフミン鉄道。カブ、クソブ、KBD、ドイツ語、KK。 プリビレッジルテ・キャスカウ、オーダーバーガー・バーン、ハンガリー語、CS、エ、エスキール、ソブ、カッサ、オーダーバーギー・バシュット、チェコ語、カジコ・ボーフ・ミンスカ。ドレーヤと、ボヘミア地方のアウシクテ・プリッツェル、鉄道提出特任会社及び、ブッシチェフラと鉄道会社の三大施設鉄道は当初、編入されず、1920年以降、元の企業が路線を保有し、運営管理を、 SD が行う形で事実上編入された。また前線で駅名のチェコ語、スロバキア語名称への変更が行われた。ブレーキ方式の統一も行われ、旧、KKSTB 車両が採用していた旧式の真空ブレーキは、旧 MV 車両が採用していた新式の空気ブレーキに取り替えられた。1930年現在の SD 路線は、 チェコスロバキア国内の鉄道路線の81%を占め、営業キロは、欧州の鉄道事業者としては5番目の規模となる 13,600km に及んでいた。しかしその87%は単線区間だった。従業員数は13万5千人で、当時の国内人口の1%に相当した。オーストリア・ハンガリー帝国時代の路線網は、 オーストリアウィーンとハンガリーブダペストの間の東西幹線を主軸に各地方に向かって南北に視線が伸びる形で整備されていたことから当時チェコスロバキア国内を東西に結ぶ路線は単線のコシチェボフミン鉄道線を経由するルートのみだったこのため東西横断の新しい幹線整備が SD の最大の課題となった SD は輸送力増強を目指した 路線改良に着手し、最大の事業となったハウリーチュクーブロト経由、プラハブルの鉄道線の近代化、複線化は、第二次世界大戦後に完成した。この間、SD は、東西ルートの輸送改善策として、営業最高速度時速 130km の M290、軽電気、機械式ガソリン動車を開発し、プラハブラチスラバ間に新設した。 自動高速列車、スロベンスカーストレラに投入したほか、地方線区でもディーゼル動車の導入を積極的に、手掛けて無塩化を進めた。また、塩害が問題となっていたプラハ周辺の路線では、蓄電池機関車を導入。後、1924年から1928年に、かけて、直流1500ボルト電化を行った。しかし、百三十八年九月十九日、 ナチスドイツとのミュンヘン協定を受けて占領下のチェコズレーテン地方の路線が SD から切り離されドイツ国営鉄道に編入された。さらに協定に基づき同年11月14日には SD の機関車877両、機動車136両、付随車158両、急行用、客車117両、一般用、客車2160両、 貨車23,500両を DRG に引き渡した上、破壊損傷したすべての鉄道施設の DRG に対する損害賠償が義務付けられた。SD は1927年に国営の自動車交通事業を開始した。国内ではすでに1908年運行開始の国営郵便バス網があったが、SD はこれを段階的に編入し、 国内の国営自動車交通は1934年までに SD に統一された。チェコスロバキア第二共和国はナチスドイツによって1939年3月15日に崩壊し、チェコ側のボヘミア及びモラビア地方はドイツ保護領に、スロバキア側はドイツ保護国のスロバキア第一共和国となり、SD はドイツ国営鉄道運営のチェコモラビア鉄道。 MDBMB、チェコ語、セスコモレーブスク。ドレドイツ語、プロテクトラッツボンネンブームンウントマレント、スロバキア共和国運輸公共事業所運営の国営鉄道、スロバキア鉄道に分離されて消滅した。その後、1939年9月1日の第二次、世界大戦勃発とともに、燃料の軍需転換のために、内燃動車の運転が、 段階的に中止された。S を運営することになったスロバキア運輸、公共事業省は、対戦初期の1940年に、新線6路線の建設を計画し着工したが、実際に開業できたのは、プレッショー不面で鉄道線の1路線にとどまった。戦時需要のため輸送量は多かったが、貨物輸送の70%は、ドイツ向けの輸出で占められた。 1942年には強制収容所へのユダヤ人鉄道輸送も開始され、対戦末期にはドイツ国内から電気機関車など多数の車両が疎開していた。4 9 8 1系急行旅客用蒸気機関車 m 1 5 2 0系換算線供用ディーゼル動車363。 ガタコ直流電気機関車、第二次世界大戦の欧州戦線終結を受け、SD はチェコスロバキア運輸省所管の国営鉄道事業として1945年5月9日に復活した。特に、チェコ側では、戦火の被害をあまり被っていなかったため、間もなく戦前の水準に復旧。 戦時中ドイツ語名となっていた駅名も1946年から1948年にかけてチェコ語やスロバキア語の名称に戻された。チェコスロバキア国内に疎開していたドイツ軍捕獲のソ連国鉄車両を含むドイツ側の車両は SD に編入され、一部はドイツ側に接収されていた SD 車両との交換に充てられた。また終戦後直ちにシコダ及び KD の 両鉄道車両会社で、新型蒸気機関車の新造を開始。戦時中に破壊された、シュコダ・シャプルゼニー工場から1945年12月、戦後初の申請者534.03型、蒸気機関車が出場し、当時欧州最強の蒸気機関車として、名を馳せた。 共産党政権掌握直後の1948年12月22日、運輸関係公式企業の国営会社化を定めた国営運輸企業大法が成立し、チェコスロバキア国家鉄道国営会社が発足。SD 編入後の元の企業が路線の保有権を持っていた旧三大私鉄線についても完全に国有化された。また同法に基づき旅客自動車及び 貨物自動車事業を行っていた SD 自動車交通局が分社化され、チェコスロバキア国家自動車交通国営会社が同時に発足した。1950年代に入ると大規模な電化事業が始まった。電化方式は新たにポーランドやソ連で使用されていた直流3000ボルトを採用した。このうち東西幹線であるコシツェボフミン鉄道線では、 急勾配が数多くある、スロバキア北部の山岳区間、ジリナスピシュスカーノバーベス間から、電化工事が開始され、南所のポプラトタトリーリプトスキーミクラーシュ間は1955年4月に、電化。1956年2月25日に、ジリナスピシュスカーノバーベス間の全線が電化された。後1960年代はじめには、 同区間を含むチェコ北西部モストからムニエルに行くニムブルクを経由し、スロバキア東部の個室に至る東西が、電化路線でつながった。また戦前に電化されたプラハ周辺の直流1500、ボルト区間も1962年5月15日に、3000ボルトに昇圧された。一方、フランスで本格化した交流25000ボルト、50ヘルツの 電化方式についても SD は1959年、直流より低電流で済むことから河川に用いる道の節約につながるとして、チェコ南部及びスロバキア南部の路線電化で採用。両方式の電化の進展に伴って、チェコ中部、クトナーホラなど、直流区間と交流区間の分解となった駅では、1970年代に、高直流電気機関車、 ES499.0 型が登場するまで通過するすべての列車が機関車の交換を強いられた。電化に加え SD は国の輸送政策の優先事項とされた主力の貨物輸送能力向上のため多くの主要路線で複線化を推進したが一部では限界に達した線路容量を貨物列車に与えるために すべての旅客列車の運行を取りやめて貨物線化し、旅客については、シエサッドによる代行バス輸送に転換した路線もあった。また、地方換算線区の旅客列車用として、レールバス M152.0 型が開発され、付随客車を含め、約1500両が各地に投入された。1970年代後半になると、 共産圏の経済低迷の影響を受けて、路線網の改良が進まなくなった。この時期、西欧諸国では、列車の最高営業速度が、従来の時速 120km から時速 160km に向上したが、SD では主に駅構内のポイント保守水準の低下から前線で時速 100km に引き下げられた。ただ、 西側諸国で見られたモータリゼーションの進展に伴う鉄道輸送網の縮小はなく、1980年代においては世界で最も中密な鉄道網を維持し続けた。民主化前年の1988年1月1日には UIC 番号不番のため動力者の大改版が行われ、現在使われている数字のみの形式に改められた。 また1988年から1989年にかけて一部区間で営業速度の時速 140km への引き上げが実現した。1989年6月、国有会社制度に準ずる公団への転換を定めたチェコスロバキア国家鉄道の組織に関する法律が成立し、同年7月1日にチェコスロバキア国家鉄道公団に転換した。 さらに、チェコスロバキアの連邦政解消に向けた関連法として1992年12月26日に成立したチェコスロバキア国家鉄道公団の解散に関する法律に基づき、1992年12月31日付で解散した。国鉄事業は国民費に相当するに1の割合で資産を分割してチェコを呼び、 スロバキアの両共和国政府が承継し、運営を、チェコ鉄道公団及び、スロバキア共和国鉄道国有害者に引き継いだ。ありがとうございます。